これあれですね、スター・パロジャーの曲ですよね。はい、あ、そうや、これちょっと見ましょうか。これザ攻略、これなかなかね勉強になるんですよ。はい、高橋名人が解説してくれるんですよね、攻略の。まずはスーパースターソルジャーからです。さ、それではステージ1のボスになります。このボスですね、弱点は中央の砲台から赤いコアになります。ボスキャラの動きに合わせて真ん中の、コア、それから砲台へと打ち込んでいきましょう。これね、なかなかね勉強になるんです。ステージ4のボスになります。このボス、最初はですね、両腕と頭が弱点になります。ですからですね、真ん中にいてレーザーなんかでですね、効率よくやっつけるのがいいでしょうね。それが終わったら本体になります。誘導弾も打ってきますので、じっくりと見て避けながら確実に攻撃していきましょう。さあ、それではいよいよラストボス戦です。ボス戦だけですよね、攻略はね。最初の弱点はコックピット、5方向に弾を打ってきますけどもね、しっかり見てれば大丈夫でしょう。さあ次、第2形態、こちらの弱点もコックピットです。レーザーとレーザーの間に弾を打ってきますが、まあ、こちらも良ければ大丈夫です。第3形態、この弱点は中央の砲台になります。レーザーを3回打ってくると、次に特殊攻撃があります。これを確実に避けて、弾を当てていきましょう。いよいよ最終形態になりました。このボス左右全部で追ってきます。なので貫通するレーザーでやっつけるのがいいかもしれません。脳ですね、完全に脳みそですね。なんかあのコントラスピリッツのラスボスにも似てるけどな。まずはスーパースターソルジャーからです。はい、これ戻るんですよ。次、はい、ファイナルソルジャーね。次はファイナルソルジャーです。まずはステージ2のボス戦です。弱点は本体中央の火炎放射器部分ね、画面中動いてますので、まあ、全部のボスは解説してくれないんですね。これが終わると、ところどころの強いボスだけ解説してくれる感じですね。誘導ミサイルを打っていきます。うまく避けながら本体を攻撃しましょう。さあ、それではステージ3のボスです。まあ、この敵の攻撃はですね、そんなに強くはないので、しっかり見れば大丈夫でしょう。まあ、確かにあんま強くなかったと思いますよ、こいつはね。さあ、第2形態になりました。この時にはですね、上に行ってバックファイヤーとショットで瞬殺してしまいましょう。なるほどね。さあ、それではステージ4のボス戦です。このボスキャラ、羽のばらまきと、それから3方向のレーザー、それから突進してきます。で、羽はですね、途中で突然方向が変わりますので、よく見て避けてください。それから突進もですね、大きく左右に避ければ大丈夫でしょう。さあ、それではステージ6のボス戦です。このボス戦の弱点はですね、4方向の弾を打ってくるとき以外ダメージを与えられません。なので敵のレーザー誘導に耐える、そこら辺の効率を見切ってですね、弾を打った瞬間に一気に、これが一番のポイントです。さあ、それではファイナルソルジャーのラスボスです。このラスボス、弱点は目玉なんですね。
ですから、シーザーのスピードを3にして四隅をうまく使って避けていってください。結構ですね、この目玉四隅まで追い詰められますけれども、思った以上に避けられますので、落ち着いて攻撃してください。なるほどね。次はファイナルソルジャーです。これで最初に戻るんですよね。はい、ソルジャーブレード。では続いてソルジャーブレードです。第一形態、まずね、こちらの弱点はこのカブパーツになります。ただこちら、うん、これ一面のボスですね。一番下まで届いてくる攻撃をしてきますので、ちょっとだけ左右に逃げておいてください。さあ、第二形態は左右の砲台になります。まあ、特に避けにくい攻撃はありません。これはあんま強くないですよ、まあ、これでダメだったら基本的に問題かもしれないな。最後は本体です。まあ、マシに波動を放ってくるだけなので、まあ、楽に受けられるでしょう。今みたいにね、バックファイヤーでやってるのもいいと思います。さあ、それではステージ2のボス戦になります。まずは、キャノン砲。これはですね、キャノン砲の間に入って攻撃を続けてください。キャノン砲が終わると、左右の、ボーミングミサイル。これをですね、避けながらやってることになります。前後にね、迫ってくるので、慌ててしまうんですけれどもね、もうしっかり落ち着いて攻撃してください。それから最後は、本体ですね。本体の弾、ね、螺旋状に打っていきますけれども、絶対避ける場所がありますのでね、しっかり見てくださいね。さあ、ステージ4のボスキャラになります。こちらはですね、左右のパーツ、中央のパーツからそれぞれ火炎宝石が出てきます。で、これをですね、上の方へと誘導しながら、それぞれ点滅しているところをやっつけていきましょう。さあ、次は本体になります。これはですね、センターの方から回転する火の玉、それからまっすぐ向かってくる火の玉と2種類の攻撃があります。これをですね、木と木の間をうまくくぐり抜けながらやっつけてください。さあ、続いてはステージ5のボスになります。このボスの弱点はですね、上のハッチが開いた時だけなんですね。なので、それまでの間はこのレーザーを避けるだけに専念しましょう。それから続いて、青い光が点滅したところが爆発しますので、そこから避けながら敵を攻撃する、これも重要です。これ高橋名人がプレイしてるんですかね、どうなんでしょうね。さあ、それではステージ7のボス戦になります。このボスの弱点は本体のみです。最初のね、第一形態ではですね、高速の誘導弾を撃った瞬間のみダメージを与えられます。で、これ本当に高速なんで、大きく左右に避けてください。音楽は神曲ですね。さあ、第二形態です。360度方向のレーザーと3方向の弾を撃っていきます。もうこれはですね、見て避けるしかありません。さあ、第三形態、これは破壊可能な誘導弾も撃ってきますのでね、弾を当ててやっつけましょう。当然本体にも撃つんですよ。さあ、いよいよ第4形態の攻撃になってきました。これラスボスか。敵はですね、シーザーを狙いつつ、またシーザーに近づきつつ弾を撃ってきます。ですから、もう避けながら、うまく避けながらですよ。それで敵に当てていきましょう。もうこれしかありません。ラスボスっぽいね、これなんかね。背景の地球がなんかかっこいいな。あ、違うんか、ラスボスじゃないんや。
では続いてソルジャーブレードです。ラスボスやったんやね。第1形態、これ1面のボスやから。はい、スターパロジャー。それでは最後にスターパロジャーです。うん、さあそれではステージ3のボスキャラです。こちらの弱点は口になります。ただ正面を向いた時にですね、3方向の弾を打ってきますが、これを大きく避けると磁気を誘導して戻ってきてしまいますので、うまく炎の間に入って避けてください。うん、まあこれね、スーパー PC エンジンのね、スーパー CG ロムロムのソフトなんですね。貴重ですよ、これがプレイできるってだけでもね。PC エンジン、スーパー CG ロムロム持ってない人ね、これでね、PSP でプレイできますからね。それでは、ステージ4のボスキャラです。このボスキャラ、左右の木を叩いて3方向の弾を投げてきます。まあ、ちょっと誘導しますけれども、すぐ避けられるでしょう。それから、時々頭を投げてきます。この頭はですね、実は一番下にいると当たらないんですね。なので、そんなに怖くありません。頭をしっかり狙ってください。あ、ほんまや。当たらへん。さあ、ステージ6のボスです。このボス、ボンバーマンです。なので、爆弾を設置して爆風で攻撃してきます。だから、ボンバーマンよろしく避けていれば大丈夫です。弱点はもちろん、ボンバーマン本体。もうこれ完全に爆弾見てたら大丈夫って感じだな。さあ、ステージ7のボスキャラです。このボスはですね、パンチと誘導ミサイルが主な武器なんですね。まあ怖いのはパンチかな。ちょっと大きめに受けてれば大丈夫だと思いますよ。いよいよステージ8のボス戦になります。このボス戦はですね、パンチとレーザー、それからガトリング弾になります。まあパンチはですね、一番下にいると当たらないので、まあ、ガトリングとですね、レーザー光線をうまく避けながら敵のコックピットを狙っていってください。さあ最終形態になります。はい、また脳みそなんや。弱点は赤い丸です。敵がですね、不規則に手を振ってきます。ただ、隅っこに追われた時にはですね、撃たないで避けることに専念した方がいいかもしれません。さあ、どうでしたか？今までボス戦のね、攻略法をやってみました。まあ、当然これ以外にもですね、攻略法っていっぱいあります。ぜひ皆さんの攻略法を見つけて、自分なりの楽しみを味わってください。でも、ゲームは1日1時間。名言ですね。どこまであるんやね。あ、これはプレイを見るってことか。うわ、すげえ懐かしい。ヘクター87の曲ですね、これ。高橋名人がプレイしてるんでしょうかね。どうなんでしょうね。なんかそれっぽい感じがするんですけどね。ラザロですね。うまい。高橋名人っぽいな、これ。
敗。まだ続くんやね。あ、これで終わりか。これやっぱ高橋名人ですね。高橋名人マークがついてるからね。高橋名人のあれですよね。プレイが見られるってことですね。貴重ですねこれね。ちょっと見ていきましょうか。これはファイナルソロジャはかっけえですね、うん、あジュリコみたいなやつやね。さあソルジャーでいいよ。あ、これね、これ一面のボスですね。ノーマルステージの一面のボスですね、これね。これと同じですね。おお、すげえ。終わりですね。見事ですね。はい。じゃあ次。ソルジャーグレード。これ、見るのは初めてですね。いや、このね、PSP 版僕持ってるんですけどね、実際これ見るのは初めてです。あんまり、そういえばね、見てなかったですね。初めてだと思います。まあ、見たことあるかもしれないけど、覚えてなかったね。初めて見る感覚ですね。やっぱね、高橋名人のプレイってなかなか見れないですからね、貴重ですよ、ほんと。音楽はかっけえな、やっぱりスターソルジャーシリーズは。いや僕ね、あのスーパースターソルジャーもファイナルソルジャーもソルジャーブレードも全部ね、あの実物でゲームソフト持ってますけどね。だから結構やってはいるんですけどね。やっぱさすがですね、高橋名人の腕前はね。これ一面のボスですね。
ました。おお、すごい。ハイスコアね。はい。はい、来た来た来た。ああ、これもあれですね。セクター87の曲ですね。ボンバーマン使ってる。いや、なんかすごい不思議ですね。PSP の画面をね、テレビに映してね、それを見ることができるなんてね。まあでもね、割と後の方から発売された PSP はね、テレビに映してね、プレイできるね、やつがあるみたいですけどね。僕が持ってる PSP は一番古いやつなんで、テレビで映せないんですよね。なんかテレビのチューナーみたいなやつをなんか PSP に取り付けて、それでテレビに接続できるタイプのやつがね、後から発売されたみたいですけどね。僕が持ってるやつはね、一番古い PSP なんで、テレビに接続できないタイプなんでね、僕からすればね、斬新なんですよ。PSP のね、ゲーム画面をね、こうやってテレビに映してるっていうのがね、感動的ですね。タイムオーバーね。なるほどね。おめでとう。おー、すごい。おめでとうって言われてるね。はいはい。これで以上ですかね。以上ですね。はい。あ、ボスラッシュもあんの？これ。これは知らなかった。ボスラッシュも見れるんや。ちょっと見させてもらいましょうか、高橋名人のボスラッシュ。これは見物ですね。まずはスーパースターソルジャーからです。あ、そうか。これ解説か。解説だよね。そうか。それならいいや。さっき見たのと同じやもんね。はい。じゃあ以上ですね。